皆様。皆様。こんばんは。アホ。I treasure you. I will protect it with my life. Thank you.いつも英語でコメント本当にありがとうございます。心の底から喜んでおります。ねむねむかわいいありがとう。カッシュさん、ガッシュさん、かわいいありがとうございます。ニハオ。あー、皆さんこんばんは。ね、 I'm sleeping。 いや、寝てるのか。あー、 I'm sleepy too よ。I'm sleepy too よ。眠いよ。起きて。しょ、メイド服見てたよ、ぴょちゃん。あ、じゃあ、10ベッドでさっき4位になりました。ね、こぶにな、こんなんね、こんばんは。さとちゃんさん、かわいいありがとうございます。こんばんすっぴな、すっぴもちろん。あ、いつ寝言。何、イエスメイク、イエスメイク。いーちゃん、かわいいありがとう。テイカーさん、ハートありがとうございます。マンモス眠たい。ね、残念な。俺もちょっと待って。大好きなのはひまわりの種。俺も。高見さん、ハートありがとうございます。お、聞き栓ありがとうございます。いや、そしたら夜眠れんくなってね。もうね、あれになるけ。俺もありがとうございます。大変スマートに忖度が成功した。本当ありがたいですよ。頭は働い、ちょっと働きたいね。踊りましょう一緒に。ね、みんな聞いて。君のことが好きだから僕はツルルツルルルルルルツルルルルツルルルルツルツルツルルル。えんちゃん、かわいいありがとう。しんやさん、ハートありがとうございます。お、大好き、ありがとうありがとうございます。チャオチュール語チャオチュール食べたからかも、さっき。君のことが好きだから僕はズレチャラチャラルレチャチャチャララチャラルチュールチュールチュールルルル。えんちゃんさん、かわいいありがとうございます。しんやさんもハートありがとうございます。ん、言ったっけ。言ってないよね。うん、マンモスピー、マンモスメメス。りーちゃん、りーちゃん、さ、1位になって2位になって3位になって4位になりました。りーちゃんは頑張って35位から31位になりました。りーちゃんは今月はちょっと頑張りたいかなとか思ってる。もう今月はもう終わりだけど、りーちゃん、りーちゃん今月頑張ります。七並べ七並べ、おもろいな七並べで思い出しちゃった。七並べ。おへそさん、かわいいありがとうございます。大好き。はるるんさん、バラありがとうございます。かにふみおさん、かわいいありがとうございます。私はね、結構モサモサって感じかな。モビさん、音符ありがとうございますね。チョロさん、クマありがとうございます。クマチャオチュール、はい、チュールこうやって食べさせるよね。容赦なかった。そう、容赦なかった。みんなみんな容赦なく最初にあなた言っちゃったじゃん。だって最初本当に容赦なかった。みんな
はい、あ、今日もやりましょう。まだ半、いやこれまだ半分、これからよ、これから。 Who is Lee ちゃん？ Me! I am me, Lee ちゃん。 Who ちゃん？ 山下さん？私なんで当たらないの？りーちゃん、いつから七並べやってたん？りーちゃんね、りーちゃんは9時02分からしてたよ、ちゃんと。あ、うっす、もうね、02分、あれ、あ、02分はね、あれできてなかった、間に合わんかった。踊りましゅうか。おっこさん、プロ式ありがとうございます。おう、ゆうは3ベットしてたんか、遅い、ごめん。今回は何の振り付け？これね、STU48 体操するよ。あ、ユーの中のリーちゃんは間違うんか？私はごめんなさい。お、え、チェキゲット、頑張ろう。そっか、七並べの人ってチェキゲットするギルンよね。ラコさん確か2位やないっけ今。アメイジンアメイジン、うん、お久しぶり、待ってたよ。えいちゃん、かわいい、ありがとう。じゃあ踊りますか。あ、M 今日はヘトヘトになって眠るんだ。でもちょっとカフェイン気味なお茶を飲んだから心配なの。 S 体操、ありがとうございます。やる、もう汗かいてる、結構汗かいてます、ベトベト。ティファチンさん、あ、さっき夜ご飯聞かれたよね。ティファチンさん、だるまありがとうございます。結構ね、もう汗で、あ、眠って寝汗かいて、ブンちゃんハートありがとう、寝汗かいて、一日のおでこからの汗も吸収して、ね、かわいい、あかん、いや、なんかね、お茶飲んだ。りーちゃん、りーちゃんお茶飲んだ。りーちゃんお茶飲んだの。りーちゃん背高くなったー。りーちゃん、あー、みんなやっほー。りーちゃん酔っ払ってる、インしてる、やばい、いいえって感じだね。りーちゃんインしてる。りーちゃん、りーちゃんインしてる。あー、よし、頑張りましょう。トゥデイも、トゥデイもトゥデイで、トゥデイもトゥデイもトゥデイとて、トゥデイもトゥデイとて頑張りましょう。トゥデイも映っちゃダメなもの入ってない。トゥデイもトゥデイとて、りーちゃんインしてる、りーちゃんインしてる。うん、何履いてないよ、体操服よ。ん、りーちゃんやばいの入って映ってないよね、大丈夫だ。トゥデイもトゥデイとて頑張りましょう。あー、ストレッチブルーインです。チョロさん、だるまありがとうございます。うん、ちょっと今日はね、緑が足りてなかったかも。お野菜、え、お野菜食べた？みー、え、みー、お野菜食べた？今日何が食べたっけ。アイスしか食べてない、ね、あ、そう、夜ご飯はね、アイスでしたよね。楽しい、りーちゃん楽しい。ティカチンさん、だるまありがとう。考えすぎても寝られん、うん、ありがとう。うん、ゆうすけさん、ハートありがとうございます。いっちゃん、かわいい、ありがとうございます。今日朝宅配の人になんて言ったの？内緒ピー。もうちょっと恥ずかしくて言えない、もう恥です、人間としての恥。あ、いや、そんな、え、なんて、あ、ちょっと覚えてるよ、覚えてる。なんだったかな、なんかちょっとみたいな。よくわかんない、ね、ジュランクリーちゃん。リーちゃん今日も踊る、栄養を取ります。外国人タレント大したテンション高いよ。5歳のアナナか、自分探しの旅人リーちゃんかもしれん。ではセットしましょう。タクタン、ん、宅配の人と仲良しよ。 You're so so cute. Thank you. ありがとうございます。
ちゃん、ポニーテール。やっと慣れてきました？私のテンションですか？ねえ、なんかさ、私さ、最近歌ってないからさ、寂しくなってきたんだけど。なんか歌ってないから寂しくなってきたの。カラオケ配信してないじゃん最近。え、皆さん、私カラオケしてないからさ、寂しいよ、みんな飲みたいよ。え、二の腕細くなってる？本当に？私のお団子の作り方でも教えよ。私のお団子の作り方は簡単です。一応カラオケ配信がいいんだ。あ、たけさん、ありがとう。バラと千万両と可愛い、ありがとうございます。私のお団子の作り方を伝授しよう。まずこうやって結びます。そしたらこうやってぐるんってします。だい、みんなだい、みんなお団子してよで、そしたらこうなります。そしたらここで止めてグリングリン回します。そしたらこうやって、今日ぐさぐさだからちょっとぐちゃぐちゃになっちゃう。こうします、こうします。そしたらもう簡単、こうやってガム3周ぐらいするのよ。できました、にゃこれが私のお団子の作り方よ。あはんて、これが髪の毛髪の話ダメティバチンさん、だるまありがとうございます、ね、一瞬でできる、歌いたい。あん、違うの、カラオケがしたいの。カラオケ、これイヤホンで。え、遅い、本当に歌っちゃいたいよ髪の話してごめんなさい。え、そっちの草なの？草からの草なのですか？なんかいい感じですかね。どうでしょう、前髪がこんにちはって感じだから。髪の歯ごめんなさいティバチンさん、だるまありがとうございます。2期生に誰か電話するの？なんで？フグちゃんさん、八つ葉のクローバーありがとうございます。電話するなら誰にしよう。待って、これ This is 熊ですか？ Is this 熊ですか？ Is this 熊ですか？絶対違うよね、ただの。よくわからんなちゃんさん、バラありがとう。わかったよ、前髪ガーニャンニャン、ごめんね。あ、STU メール登録ありがとうございます。今日どうでした、私のメール。あ、多分忙しいの。あー、はーい、ごめんなさい。スケモンさん、バラありがとうございますね。みんな私の家においでよ、みんな。カラオケボックス開いちゃおうよ。なんかおるんや。4コマ漫画いい？やったー。4コマ漫画を褒められるのすごい嬉しいです。嬉しい。 Isn't it crazy? カーマインさん、バラありがとうございます。タケダンさん、花束ありがとう。お邪魔しい。ちくま、ちくわ、ちくわ、ちくわ。今日はマー君はちくわの中身を覗いてみた。ね、覗いてしまったんだ。さやちゃんに電話？サラを怒られるか？さやちゃんに電話するの？怒っても、あ、LINE 返してない、やばい。LINE 返さなきゃ。レッツダンス。僕らは何度も行ったり来たり、往復し。ま、確かに漫画のペンネーム作りたい。とりあえず一曲踊りながら頑張りましょう。ん？ああ、Nothing special。 ヨリニャに電話？あー、今できない。私マネージャーさんに、そんな事件もありましたね。よいしょ。え、この話したっけ？2回ぐらい私もしたので大丈夫です。人のこと言う。よし、じゃあ何してんですか？えっと圧縮体操します。
暗いね。こんぐらいがいいんじゃない？どう？漫画描いてます。漫画です。4コマ漫画。どう？こんぐらいはどう？ビンゴが、私もビンゴでやりたい。ヒットヒットだこれ。あ、間違えた。しよう。そう、レコチメールいいじゃんね。私のメール最近ね、なんかちょっと楽しい感じになってきて楽しい。間違えちった。ハルレンさん、バラありがとうございます。私最近メールね楽しい感じ。じゃあこれで踊りましょう。今日は楽しい感じになってね、すごい充実してて楽しい。私メール書くの、それがまず、私はショールームでは晒さないような感じとか、物を写真貼ったりしてる。それとか書を書いてます。今日の書は本当に結構送りましたよね。私先月がやったー。そう、メール取ってる方だけのリコちゃんがいます。リーちゃんがいる。リーちゃんが良いアングルやった。一生懸命。確かに。そう、書、あ、届いててよかった。バラエティ豊富。やったー、やったー。4コマ来た。タッチ好き。嬉しい。そう、レアの写真見ました。私が乙女コチ、乙女コチ、乙女コチ。もうよわかんない。できる。嬉しい。今日の書、そう、写真、そう、ちょっと可愛く映りたかった今日は。じゃあちょっとやりましょうか。やばいね、みんなとちょっとおさらばになっちゃう。え、ああ、どう、音楽ない？待って、音楽ない説が浮上してきた。音楽ができない説が浮上してきた。ポーンが聞こえんかった。どうしよう。あ、聞こえる。あ、音楽ありだわ。あ、おばあちゃん流そう。あ、聞こえる、よかった。ありがとうございます。はい、本日5日目の ST 体操となっております。皆さん準備は大丈夫ですか？ ST 体操5日目でございます。5曲続けて踊るので、皆さんタオルや水分の準備はできていますか？膝を痛めないように気をつけてください。ポキポキになっちゃいますからね。 Are you ready? Are you ready? STQ! ありがとうございます。ということで、ビンゴからしましょう。ビンゴから。楽しいね。よし、タイミングも合わんかった。おばあちゃんなの今日。
りーちゃんおばあちゃんなの。ちょっと待って、ありがとうございます。よし、じゃあ行きましょう、ビンゴで。あ、踊りたくなっちゃう。ポキ言った。ワン、ツー、スリー、フォー、ヒーザーリー、ミー、ジー、伸ばす、伸ばす、はい、前、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、あ、私追い込まれてるわ。あ、前、後ろ、自由に、あ、映った、間違っちゃった。間違えちゃった。トリダーさん、バラもありがとうございます。ありがとう。ね、出汁が出た。え、結構出汁なんだけど私。ね、間違えちゃった。おらんのかーい。ぴょちゃんのこと期待しちゃったわ。
待しすぎて期待になっちゃったわ。え、うまくない？あ、チョロさん、クマありがとうございます。これ曲目ね、ゼーハーしてる人いる。期待になっちゃったわ、答えなのに。今仕事もはかどる、頑張ろう。あだしさん、リコリコのだし、スクワット、あーなるほどね。だからたぶん、あーなるほどね、そうなのかな、わかんないけど、スクワットの動き、そうなのか。福ちゃんさん、バラありがとうございます。じゃあこの続きで僕の太陽行こうよ。君は僕の太陽、いいよね。そうなのね、ほんと。瞬間シュート見てゆくよ。よし、チョロさん、だるまありがとうございます。お、いいよ、15分ありがとう、だるま、ウインク。今日ちょっとなんか私なんかすごい深夜テンション、深夜テンションや。ティマティさん、だるまありがとう、だるまありがとうございます。ゆうすけさんもハートありがとうございます。こひみふさんもバラありがとう。よし、じゃあ君のことが好きだからにしよう。歌えるようになったから。君のことが好きだから、チャララララララでけかな。私もなんか最近元気になれて嬉しいんだ。なんか、え、痩せた？え、ほんとに？また痩せた？ほんとに？え、嬉しい！STA 体操のおかげかもしれない。ティバチンさん、だるまありがとうございます。すごい、野口さん、かわいい、ありがとうございます。では君のことが好きだからでいきましょう。
じゃん。サトウジブルー、ぴったりじゃん。はぁ、よい。めっちゃ良い。多分挟みました。なかなかハード。頑張ってこう。ちょっと I want to drink something って感じ。ありがとうございます。え、すごいよ、聞いてよ。汚いかもしれないかな。飲み込む音が聞こえるって聞いたはずだけど、どうだろう。ありがとうございます。ハレルンさん、バラありがとうございます。ついてこれてますか。私のたまたまの腕下がってきたか。私のオリジナルに。ハレルンさん、バラありがとう。いっぱい水分補給忘れないで。みんな、トリーダーさんも八つ葉のクローバーありがとうございます。たまたまのみ、ウェイクも上手になった。そうですね。最後におめ、確かに。ゆうすけさん、音符ありがとうございますね。君のことが好きやけ。さとちゃんばさん、バラありがとうございます。野口さん、ハートありがとうございます。いい感じ。きよにーバラありがとうございます。腰痛、うん、無理しないでね。なんやねん。腰痛は無理しないでね。ね、食べたいのに準備して。お腹すいた。頑張ろう。ちょっとこの配信終わったらみんなと喋りたいけ早くしよう次。みんなと喋りたいけ早くしよう。みんなと結構最近喋ってない気がして、喋りたいけ喋るけ早く3曲踊るわ。そう、あと3。よくこれ誤解できるな言われたけど、希望的リフレインにしよう。私希望的リフレインのあれが好きです。希望的リフレインのミュージックビデオが好きです。ちょっと待って、嘘。あと4秒で支度しな。ちょっと噛んじゃった。4秒で支度しな。えさん、お風呂行くの。うー、気をつけてお風呂行ってらっしゃい。ダンベルする、一緒に頑張ろう。 Thank you for coming today too。 私もじんわりと汗をかいてきたけど、このなんか照明がいい感じだね。4秒で支度しな。You。 きつい？え、でも皆さん多分もう夜ご飯を食べ終えた時間だから結構、あ、お先に汗流してくるな。いやー、お風呂行くの？よし。よし、来いや。もうお風呂食べたんじゃないかな。お風呂食べた。お風呂食べたの、みんな。違うよ。準備満タン？万全？釜本走ろう。うん、走ろう？マイク入ってるやつ。デジ体操。お風呂食べたよね、きっと。やから結構きつい気がすると思うけど。あと寝るだけ。いいね。ついてこないでよ。やっかい。ということで、希望的リフレインでいきましょう。はい。お風呂食べちゃいけんよ。左、右、横、横、前、3回として、レッツゴー。
こやっぱちゃっちゃちゃっちゃちゃちゃかりん、世界に結構長いかもね。たまたまタイム来るよ。あ、ミスだ。君だけ、君だけだ。で、腕、出てくれよ。やばいよ。希望的リフレインでした。楽しかった。楽しかった。ありがとうございます。さあ、希望的リコレインだった。ね、暑いね。私もめちゃ暑い。めちゃ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 暑い。無駄に昼になるとターンを入れてみた。いいやん。え、ユーできるね。ユーできるねじゃないけど。ユーやるやん。多分多いのがいいよ。ね。お、いいじゃん。あー、スクワットが結構あれなんか、ね、出汁出てる。結構背脂もいいよって感じ。あー、お酒飲ん、抜けちゃうの？抜けちゃダメなの？抜けるんだ。はぁ、ちょっとギフトをいただいた気がする。初見さんに。あ、ビリー隊長。ブラボーありがとうございます。え、認められた。ありがとうございます。Thank you.マスナルさん、音符ありがとうございます。そう、ようこよ、ようこ。あさー、シルエットね、いいでしょ。お風呂おいしかったね。Thank you。 麦わら海賊、お、来てくださってありがとうございます。あー、ねむねむの実食べた系かもしれん。来てくださってありがとうね。あ、抜けたらまた飲めばいいよ。そうだ。首回すのでギブアップ？それは、ユウ、頑張りなよ、もっと。ユウならできるよ。たぶんだとよ、あ、我慢できるようになったのはいいやん。3回目が効くね。あと2回やから。It's been a while since I last watched your stream. Stream じゃないよ。ストリームって何回ね。ストリーム。ジェットストリームみたいになったっけ。あ、まーり。あ、おし、せいやさん。お、メッセージを、お、推しが欲しいです。やっほー、こんにちは。
STU ではいいですね。ね、継続すること、いいね。お、麦わら先輩ありがとうございます。頑張ってありがとう。そうね。痩せた気がする？いいやん。ね、まあ、推しはゆっくり見つけてください。ゆっくり。ゆっくりゆっくり is the best。ということで、あと2曲いきましょう。あ、ストリームはブロードキャストと同じニュアンス。お、Thank you! ありがとう。なるほどね。すごい嬉しい。Thank you for coming again. ね、汗出てきた。光ってる。ダイヤモンドって感じ。よし、じゃあ4曲目いきましょう。4曲目は考えています、今。アーモンドクロワッサン。アーモンドクロワッサン。待ってたー、ありがとう、来てくれて。アーモンドクロワッサン。タム少なめ？オールタムタムでいくの？やばいね、オールタムタムやったら結構短めがいいね。タラさん、バラありがとうございます。フラメンコ大声ダイヤモンド。まだ歌ったことないやつがいい。踊ったことないやつがいいかな。でもみんなは初めてか。ばかり入れた。フラメンコ、オールタムはあかん。オールタム行く？オールタムやったらトットコハム太郎ぐらいがちょうどいいよね。ヘビーローテーション。あなたのね、好きがわかんないけど、STU どんな人？様々ですよ、個性豊か。青春時計か。青春時計。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、ツー、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、A ぐらいがいいかな。ノー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 エイメン。あ、うざか。うざいね。青春時計にしてみようかな。青春時計での、ティックタック、ティックタック、忘れちゃった。じゃあ、ヘビーローテーションにしよう。激しい曲。ハイテンション。ヘビーローテーションにします。ヘヒヒマー、ヘヒマーになった。ヘビーローテーション。演歌バージョン。Maybe, maybe, 好きなのかもしれない。さやか、一緒に踊ろう。Maybe, happy, ローテ、ポップコーンが。はじけ、いけるいける。よし、行きましょう。ロコモのリインカネーション？ちょっと考える。ワン、ツー、スリー！間違った。右？左？横？あ、めっちゃ早いね。横？Thank you.
と膝痛い人にはきついよね。あ、早かった。した。あかんわ。亜寒帯地方やな。でもここ亜寒帯地方ちゃう。ちゃう。今熱帯夜。熱帯夜。時侍さん。バチバチありがとうね。ワンツースリーフォーよね。Drink cold water. Thank you. Now ね。Let's って感じ。うん。夢力入ってないんよ。しかも今日申請。夜の部でしてないけどさ、できんのよ。ね、今日の昼やったらできたけど。さあ、タムタムタイム。よかった、お友達。ね、あ、汗がついた。よいしょ。ありがとう。時侍さん、パチプチありがとうございます。皆さん、パチパチありがとう。ね、汗すごい。人類タムタム化計画。やっぱいいね。踊るって楽しいわ。踊るんか、これ踊りなんかわからんけど。ね。タムズローテーション。ありがとうございます。あ、ガルルもいいね。ね。最後の回では、夢力したいね。曲直さ、申請しない。いや、歌えるかな?2番目とか歌えない気がする。私、ワンハーフしか、やったことないし、ワンハーフしか聞いたことがないよね、実は。そう。ワンハーフしか聞いたことないけど、ワンハーフしかできんのよね。下打ちの声でする？下打ちの声する？夢力出しちゃうぜ。ごめんね。よいしょ。じゃあ、下打ちの声で締めます？いいよ。下打ちの声やろうか。熱い！こんな汗かいたの初めて。うん。マネージャーさんに。すごい。また今度にしよう。一つの声長いよね。6分ぐらいあるっけ？や
ば、こんなに汗かいたの初めて。福ちゃんさん、バラありがとうございます。まあ、やっぱ最後は。そうだよね、ゆっくりやると結構きつい。じゃあ、瀬戸内の声でしましょう。やばい、瀬戸内の声。もう私のな、変換、おかしいの。瀬戸内。瀬戸内の声って打ったら一番最初に何が出てきたと思う？え、全然いいよ。瀬戸内の声って打ったらなんて出てくるの？あ、なんて出てきたと思う？それがね、ね、いい汗だよね。可愛い汗？本当に？瀬戸内の声って打ったらそれなすびって出てきた。どういうことなの？もう変換で喋っちゃうんやけど、私それなすびって出てきたね。勢いで乗り切れるけど、それなすびって、それなすび、それなすびって出てきたね。瀬戸内の声って言ったらそれなすびって出てきたね。何？なんかね、ちょっと本当性能の高さよ。瀬戸内の声入っちゃう入っちゃう。白目抜いちゃいけんのよ。じゃあ行きましょう。いや本当。でもそれね、おかしいわ。よし、じゃあ行きましょう。名刺でもなく質問。ね、ほんと今朝だって頑張りこちって言ったらキャバッコリーだったし、あとなんかあったよね。なんかね、なんか打ったらね、田村みたいなの出てきた。タムだみたいな。そこだよ、私の。うん、瀬戸内の声はそれなすびらしい。では、Let's それなすび。はい、いきますよ。いつもここに、ツー、ツー、スリー。返せばこれってさ、いつもと同じスピードやん。早く変わった。いつもと同じスピードじゃん。
気がするんですけどね。お疲れ様。はすごい。スーパー、スーパードゥーパー。ようやるね。ようやるね。よう。トキジーさん、あ、間違えた。トキサムライさん、ごめん。パチパチありがとうございます。いっちゃん、お疲れありがとうございます。わーお。Very arable yo。へっへ。やほー。あ、ありがとうございます。今日の聞いたね、私も聞いた。ほら、こんな朝。ね、だし。のりみやさん、お疲れありがとうございます。つばささん、だるま、ありがとうございます。みちりんさん、お疲れありがとうございます。はるるんさん、お疲れありがとうございます。ぼやきさん、お疲れありがとうございます。お風呂入ったの？ゆう。お疲れありがとうございます。ね、めっちゃエンドロールって感じ。そつちゃんさん、お疲れありがとうございます。どうでした皆さん。聞きましたね、私。岩礁のボードがやばいな。チュレッチマンって感じ、ほんと。ギャップ萌えするの？私？あ、そっちの、あ、そっちか。あ、ちょっと。こっちの音楽のギャップか。リズム違うだけで変わらんかった。ね。ヨガみたいだったね。まさのるさん、ハートありがとうございます。ね、まさのりさん、ハートありがとうございます。めっちゃヨガだった。ちくわさん、ハートありがとうございます。ね、きつかったよね、きっと。今回特にきつかったんじゃないんでしょうか。それなすび。タムタムタイムもよかったでも。お疲れありがとうございます。ペダルは電動入りよね。のりみやさん、お疲れありがとうございます。ね、癒し効果あったよね。ナビよく眠れそう。ストレッチしましょうか。美しいデジル。デジル。みんなおしゃべりしよう。11時ぐらいまで。わかんない。おーわーお。え、皆さんおしゃべり付き合ってくれる？
でも喋ることって言ってもって感じか。45分ぐらいまで喋ろう。ね、よかった。えんちゃんさん、花束ありがとうございます。一旦消えるかもしれん。わかんない。えんちゃんさん、花束ありがとうございます。リコチジュースね、癒された。あ、ごめん、コメントがあれやった、下におったわ。スタジの声聞こえましたか？リコチジュース出てきた。リコチジュースだね。翼さん、ハートありがとうございます。ちくわさんもバラありがとうございます。すごい。あー、ちょっとなすび、ほんとなすび。腰の痛み、え、なくなったの？ほんと？うん、公園ではウインクします。汗拭こう。そうじゃ、あ、こっちに、そう、タオルある、今日のタオル。ね、風邪ひかないように気をつけます。さあ、痛いって言ったじゃないですか。私あれ公園あるあるなんですけど、あの目の中に汗が入るんですよ。めっちゃ痛い。めっちゃ痛いの。汗拭きました、ごめんね、ありがとう。しんやさん、ハートありがとうございます。あ、冷えるからってありがとう。翼さん、風邪ひく、ありがとうね。え、公園見られなかった。うん、喋ろう。翼さん、ハートありがとうございます。伊藤博さん、ハートありがとうございますね。汗拭きました、ありがとう。みんなディジル拭ったよ。伊藤博さん、ハートありがとうございますね。風邪ひかんようにみんなも気をつけてね。ね、え、痛みわかる？本当痛いよね、あれね。ゆっくりお風呂入るね。痛いよね。あ、スティーブウォーカーありがとうございます。靴下、靴下あそこや。STU ウォーカーさん、買っていただいて嬉しい。ご購入ありがとうございます。読んでいただけて。え、あとさ、あ、ちょっとポリポリしちゃった。膝の裏とかめっちゃ汗かかん？わからんかなね。汗目に入ると痛いよね。この暗さいいわ、私好き、この暗さ。あー、皆さんもう5日目が終わりましたね。足の裏か、あ、膝の裏、膝の、わかるでしょ、ぬるぬるするよね。え、わかるでしょ。そう、コンタクトしちゃうよ、私ね。わかる、ダニーでしょね。膝の裏めっちゃぬるぬるして気持ち悪くなっちゃうよね。あ、七並べありがとうございます。工藤理子ですか？嬉しいです、してくださって。あ、え、ほんと？フル参加、あと2日だね。多重、あ、そう、今日さ、私さ、あの、あ、ちょっとめっちゃポリポリしてる。あ、玉ねぎの皮むいちゃった。今玉ねぎここ。玉ねぎ、え、腹筋ついた？でもなんか、あの、私にリコチメールであの報告してくださった方が、めっちゃ体重減ったよとか書いてくださってるから、すごい、私の体重より減ってるじゃんみたいな思いながらも思ってる。私さ、明日料理をしようかなと思ってるんだけどさ、なんかさ、こういう料理はどうとかない？みんななんか作りたいなと思う料理がないんだけど、料理したいなと思うんだけど、こういう料理いいんじゃないとかないかな。みんな、こんばんは。肉じゃがか、やべえ、肉じゃが作っちゃった。お好み焼きも作っちゃった。か、あ、カレーも作っちゃった。唐揚げか、いいね。え、もうどんな感じでも全然いけるって感じ。やばい、え、最初に来た。そう、料理久しぶり。いや、あの、配信で作るか、あ、確かに配信で作るのもありか。作っちゃう、久々に作る。肉じゃが、お好み焼き、カレーか、あ、唐揚げね、オムライス、焼きナスか、工藤オリジナル、あー、豚汁、焼きナスいいね。焼きナスは嫁に食わすの、秋ナスやった。それはハンバーグ師匠か、冷やし中華始める。いいね、麻婆豆腐天津飯、
大根と豚肉、サバの塩焼き、やばい、あ、食べちゃった、シチュー、あ、私もいいね、中華か。1日え、2-3 キロ変動できるの、羨ましい。生っこり得意料理か、結構作ってるわ。食パン作る冷やし中華いいね、あ、冷しゃぶにサラダいいね、餃子、ブチヤマ今入ったお好み焼き、あ、ネギトロ丼いいね、油淋鶏どうしよう、豆腐ハンバーグ作ったな、おからハンバーグどうしよう、酢豚何にしよう、え、配信で作ります、作るの、パスタ、パスタ作ってお前、そうめんか、何にしよう、あ、デトックスで体の毒素出したいかも、そんなのあるの、いや、あー、肉野菜炒め、え、確かに料理配信久々にしますか、魚さばく、魚釣ってこにゃ、パスタを麺から作る、でも年越しそば、年越しうどん、あ、生姜焼きね、年越しうどん、あ、かわらそばいいね、甘いおからのパン、それなんかどっかでなんかビリーん、タンタンスブートキャンプ、ブートキャンプしてる方で、うん、おった気がするな、がやっほー、ポトフ、どうしよう、明日暑くなるかな、魚、魚売ってる、さばけないよ私の包丁じゃ、1ヶ月1万円生活、あ、でも確かにね、久々でしょ、オーブン、確かに、どうしよう、考えとこう、フグさばけないよ、死んじゃうよ私、免許ないもん、あ、天気悪いの、せばなる、そうだね、ちょっと、料理配信するならちょっと考えとこう、そう、グラタン考えたけど熱いかなと思って、鮭のオイル焼き、うわー、鮭の塩焼きも全部食べちゃった、6切れいたのに、考えておきます、ありがとうみんな、ちょっと出た中からも参考にしたいと思います、ちょっと冷やし中華ちょっと来た、冷やし中華ちょっといいなって思った、豚しゃぶ、冷しゃぶとかもいいなって思った、そう、牛丼つゆダクダクもいいよね、ね、そう、暑い時こそ暑い料理、汗ダクダクで食べちゃう、お団子だ、え、鍋焼きうどんやった、ごめん、焼きうどん食べたいと思った、かけうどん、激辛、ち、激辛苦手だよ熱い鍋する、あ、オムレツいいねラム、ジンギスカン、うんね、お団子、いちご飴作る、いちご飴する、いちご飴する、え、いちご飴って時間かかるんよね、自分のお団子、すごい、いちご飴、え、経団聞いちゃいますか、福田さんに、よそのあきこ感、お、いちご飴いいじゃん、飯ちゃうねいちご飴いいじゃん、影が手食べた、私も誰かに食べられちゃうのかな、こんばんはんこ、グラニュー糖持ってないよ、食べられちゃう、やばい、練乳飲みたい、練乳、練乳って美味しいよね、
か。いちご飴いいかも。ちょっといちご飴するなら、リコチ食べたら捕まえ。ありがとうございます。いちご飴、ちょっといちご飴いいなと思いました。いちご飴慣れてきたけどまだ反応の仕方わかんない。あー、私もちょっと、あ、そう、私さ、あの5月が終わるまでに皆さんと配信でリコチの取扱説明書を作りたいです。伊藤ひろしさん、アイスありがとうございます。アイスでもオーブンないんよ。フライス、どうやって。メロンやね、確かに。ね、かき氷パーティーしたい。そう、かき氷し、そう、なぜかというと取扱説明書作ったとて、いや、あのね、モバイルメールでその毎月あの多分取扱説明書を送るのが分厚くなっちゃうかもしれない。あのちょっとベストかなって思って、結構長くなっちゃうかもしれない。取扱い、そう、初心者の方とかのために毎月送ったりするべきかなって思って。分厚くなっちゃうね。そう分厚くなっちゃうか。そう、これからもだねそう、そう、頭に乗る感じ、そう、頭に送る感じ。あ、そうなの、取説、そう、え、本当に見ないの、六法全書、どうしよう、そんなに。あとちょっとショールームのあのプロフィール欄にもちょっと書いとくべきかなと思って、最近は思ったので、うん、褒めて褒めて愛しましょうが一番だね。わかんないけど、うん、褒めて褒めて愛されるのが一番私は健康でいられるでも最近結構すごいなんか全て毒素が出た感じ。そう、6月1日のメールに頭に送ります。そう昔の携帯電話になっちゃう。そう、説明書何すんのかな、女の子誰でも当てはまるよね多分。そう、リコチ一途か、一途じゃなくて縁やけどねやだー、愛されて褒められて水を与えられたらすくすく、あのなんか私って本当になんか草みたい私って草みたい、なんか虫に食べられて、うるるみたいな、枯れるみたいな感じになって、また水かかって、あー元気みたいな、太陽みたいな感じ、いつも私こんな感じ草みたい。あ、水の代わりにクエン酸やったあとリコチ辞書、リーコー語、リーコー語もあれしたいなと思う。リーコー語返信に説明書は読まないくせに結構手入れ大変、めんどい、観察、観察日記されるの、観察日記すくすく育ちますよ、草、本当に草なの。そう、リーコー語辞典作りたい。え、でもリーコー語大賞上半期作らなきゃいけない。え、まとめてるの、え、すごい。キャワッコリー結構最新だよね。それなすびも最新かな。ぺちゃん、そうだよ、うん、要はボリューム注意しましょう。そうやね、そう、リコ語バヤシリン、あ、それ辞書の名前か。リーコー語大賞、え、本当にありがとうございます。そう、リーコー語大賞上半期2020年上半期、そう、もう6月までに作りたいなと思ってます。そう、ヤンネーはサーヤン、パンネー、セリネー、アイコネー、みんな姉さんだわ。あとアンナピリンコピー、いろいろって感じ。ピーつけたがりや猫派じゃ、
猫派じゃやばいね。え、猫派じゃ、え、あるかもよ、もしかして。対象ちょっと猫派じゃがあれだよね。ハクサクサの草、そう、ものすごく面白いや。え、でも、あ、ブラッコリー、何何ぼっこり、鳥派じゃよね。メルヘンチェンジ、そう、猫派じゃ。ビーサムライも結構、こんばんは。そうだね、確かにリコチ発信じゃないもんね。小声プラスチック。ハッピー、確かにキャラクター部門は、え、横パイプショーもね、結構あるよね。横パイプショーも先輩もいいよね。やばい、めっちゃ読めないわ私。でかはじゃかけちゃん、確かに。待って、お尻革命あったね。うわー、年表も作りたいって思ってた。対象決めてるから、特別賞あたりで盛り上げん。そうね、そう、横パイプ賞、横パイプ先輩、横不幸ナイトも確かにおる。お尻関数懐かしい、竹内さとし、そう、うん、横パイプ大もおるけ。そう、上下パイプ、上へっへ言っちゃった。上下パイ先輩、ちょっと上下パイは おるっけ。上木田場もおったね。あと丸棒じゃん、あのあれは丸棒。あ、キョムキョムプリ、あ、ママコリからラインが来ました。お父さんズも結構流行語、流行語らしいです。あ、おった、横パイプショー先輩がおった。あなたそこだったのに。高校生、あ、高校生だった頃のリコチについて知りたい。じゃあそれも結構、あ、ケビンさんハート100ありがとうございます。なかなか使える。確かにポコちゃんもおる。ユースケさんハートありがとうございます。お父さんズも結構あれらしいですよ。あ、ラップ泣きあるね。ラップ泣きあったわ。じゃあ候補生の頃の話もしましょう。あとあれもしたい、デート。なんか自粛制限解除されましたよね、広島。マイアンガブリに、あー、ガブリよりも8229もや。あ、8229、あー、横パイプ大先輩も来た。揃っちゃった、先輩が選べない。取り合いしないで、喧嘩をやめて。そう、やり残してることあるの。やり残してることはないか。そう、彼女ナウに使ってもいいよ的なの。そう、聖地巡り、みんなで、みんなで疑似デートメールを送りたいし。立候さんおったね。え、なんかさ、私たちって結構濃い1年、濃い半年送ってない？結構、え、4ヶ月なのにこんなに濃いことしてんの私たち。あ、お休みも確かに。そう、瀬戸内デートプラン。そう、え、私たちさ4ヶ月ぐらいじゃん、出会って。まだ、まあ6ヶ月の方もいるし、でも深く関わり合ってまだ4ヶ月なのにさ、私たちこんなにもさ。とうとうだ。2020年のオシリンピック開催地は、チャオチャオ。ポップコーン。チャオチャオ。懐かしい。確かに重なり合ってミルフィーユも、重なり合ってミルフィーユだもの。とうとう夏。え、リコチ推しに、ルーさんありがとう、嬉しい。やばい、私今エンダーも、え、結構好き。え、私たち本当に濃い1年を送って、1年じゃないけど1ヶ月半なのにめっちゃ濃いじゃん私たち。ね、とうとうの人、え、私来ないかな、とうとうの方と。オシリンピックとうとうは好きよね。とうとうからちょっとアレクサ星集めといても、結構私の中で流行語、確かにいい。18歳、17、18を、うん。カールおじさんおったっけ。あ、おったおった。神々の遊びや、暇をもせあました。へそくさおった、へそくさ。そうじゃん、リコチファミリーは39万やからな。イナックスから来たらちょっとね、ちょっとどうしようかと。大将もおった、シリンビュー。白鳥もおるな、大将もおったわ。そう、懐かしいなー。
だいるんだね。ヤッホー自分、ヤッホー、ヤッホー。うわー、広島駅も購入する。牛丼メイドやばいよね。私本当になんか泣きすぎだなとか思う。本当に やめてくださいって感じ。まんじ系、まんじ系、まあそうよね、まんじ系よね。フォローしてきてないから力戦見ないよ。ありがとう。確かに3月 前半は、確かになんか3月前半はよう分からんけど結構あーリコ人でさってね、誰カポーさんにね、カポーさんに言ったよね。カポーさんさん、カポーさんさん、カポーさん You like 神々の遊び。Yes I love it. Yes I love it. I'm loving it. 牛丼で泣いたね。確かにバナナさん結構なんか結構昔からいそうなぐらい仲いいよね。みんなみんな仲いい。みんなもなんか本当に私たちなんか幼馴染ぐらいさ、なんか距離がないから、私さなんか距離が近すぎて悩んでたの最近、実を言うと。さあケトルさん、あ大喜利こちもくどりこ状態も出たな。コオニメラ、コオニメラ、コオニ、小さいオニメラ。サコヒメショウニか、あ一時やんねーよね。キャラクター部門、そうやね、ラムに比べちゃうね。そうじゃな、小声なら大声ないもん出しちゃうけどね。そう、なんか距離が近すぎてって。そう、あお隣こちも DD 体操もやね。確かに DD 体操、そうよね、自信がね。ゆうすけさんハートありがとうございます。そうやね、あのマートリンさんのフグにナオさんのこのチンアナゴが、あとピカティウさんとピカティウと、あとあー心のもじゃもじゃも無理配信ね、距離感はちょっとね。そう、あとセイガンスピリットさんのイカだ、あれがアニッコリよるよ、 AI 子、うん、出たな、コーニメラ。あ、小さいじゃないで、こ、ち、こ、こなんや。つのそれ、ちょっと待って、私ちょっとごめん笑っちゃったけど、つのさんバラありがとうございます。結構リコーがやな、リコーがやな。ね、え、初、え、初お隣こちの日だって大泣きしてたもんね。マイトリーも結構あれだよね。マイトリーもな、なな、あのリコー語だわ。あと本日の秋元先生はもう結構あれじゃない、たまーに言ってる。え、そうだよね。ちなさんバラありがとうございます、ほんと毎日言ってるよね。ごめんね、ちょっと皆さんごめんね。 DD8i でもね、ほんとは D7T3 なんよね。思ってね、みやんこ先生千万里ありがとうございます。工藤理子一塚ありがとう。ね、あ米粒に車検もやん、それ好き。で、お医者さんごっこもあったね。ちくわちくわさんもやな。ね、最初からね、毎日一応本当よ。毎日来てくれるけ言えるんよね。そう、とにかくそう、ちくわさんよ本当にね。むむだってダンディーよ。ファミリーの中でもバラの、そうだって私もちょっとすごいことになっちゃうけど、あのバラの人だって言っちゃったもん。そうちくわさんもそうだよ、ちくわさんもだよ。工藤病院も結構ね、あ理工学部理工学科や。あ確かにハルルンさんありがとうございます、も結構最近は。そうじゃん、うん、それやな DD や。そうじゃん、7割から8割そうちくわさんおせおはようさんやってる。D7T3 よ、 RKC48 もじゃんね。いやほんとね、なんか私も思う、なんかまず私、あ必然的白米もあったね。何、いや私も結構なんかここにバラ加えてほしいぐらいだもん。ここにバラのブローチつけてもらっても構いませんって感じやし。確かに本当にルーム濃いと思う、みんなも濃い。なんかすごいよね、私たち本当に似た者同士だと思う。なんかすごいと思う、多分みんなも結構裏で泣いてたりするんじゃないの、わかんないけど。
それわかんないよね、紳士ね、距離感がね、距離感が近いからえ、でもみんな泣くの？泣くの？え、似てるよ、似てるよ、私たち。そう、いや絶対本当に今もコメントしてないだけでめちゃめちゃ濃い人絶対いると思うし、握手会で絶対会ってもう本当に気が合うよって感じ。私たちは本当にもう、もう本当に私たちはもうブラザーって感じあ、本当に泣きます？あ、ディディるもんね英語うまい、 Thank you あ、本当に嬉し泣きしちゃったの陰でラップ泣きしてんのYo! YO! って本当にそうだね、スウィリーだな、大丈夫かな、不安よ、結構心配よ、不安と心配ってよく間違えちゃうそう、泣いたよね、泣いちゃうよね、思考回路同じ、うんね、早く握手会でみんなに会いたいし、リコチファミリーみんなに、なんかなんかリコチファミリーもリコチファミリーに会ってもらいたい、うん、本当ブラザーって感じ、本当に。あ、息子さんありがとうございます。名前変わりました？変わってないかごめん、父の父並びやめてよさっきも父並びで笑い出ちゃったもんちょっと父並び、皆さんにも父並びの話してあげたいぐらいね、寂しいって言ってるのね、泣いちゃうよ。リコ調子でやってくれるのすごく嬉しい。キラン、キラン、あ、違う、キラン、キラン、ちょっと私今すごいもの見た気がする。マッキーさんハートありがとうございますうん、ポンケさんかわいい、ありがとうございますね。8229行こうよマッキーさんハートありがとうございます。もう一度いいよ。ね、私ね本当？どうならセイ？セイならどうか。本当？でも私サイアンとめっちゃ気合うよ。結構こういうことなんやと思う。歯車が合ってる。マッキーさんハートありがとうございます。いやー、リコ、私が作ったのファミリー？でもまあビッグマミーやからな。なんでよ、冷めちゃあかんで。ガシャガシャしてる。そう、父並べば私が何だったかな、なんか。あの、なんか父の話をしてたのか、父の話ちょっとこれ語弊ありますね。七並べ、なん、え、待って、あれ話って何だったっけ。七並べ、そうだよ、うちのここにいるならあなたはもうリコチファミリー、もうジョイさんここじゃん、もう入ってるよ、ユウ、ユウいるじゃんユウ、ユウユウいるよそう、ビッグマムあったね。あ、筋トレ対決も懐かしいね。そう、猫かぶ、うん、2期生はね、まだ猫かぶるとかじゃなくてまだ素を出せないっていうか、うん、そう、言い間違い、そうだ、七並べ、七並べって言おうとしたら父並べって言っちゃったんだよね。父並べちゃったでよって七じゃなく、まだ父、うん、スイッチの父、し、星から、父ぶり、そうだったっけ、そうだったっけ、父しぶりだったっけ、どうだったっけ、そう、ヤッホーで並べられん、なんでよ、そう、噛んだ、なんだろうな、よくわからんけどなんで並べるの、あながち、まあそうやね、あ、そういうことな、並べちゃいけんよね次の推し、本当にありがとうございます、ぜひぜひって、ピー入ればちょっといけんなお父さんなら、お父さんず並べちゃったでも本当に私なんか、本当に私皆さんと、なんかそう、皆さん、私が定期的にね、本当にね、なんかあの、なんか元気なくしちゃうのは本当にみんなとなんか距離が近すぎて、なんかこのままでいいのかみたいな葛藤と戦い、ブローって泣いちゃうから、その時はよろしくって感じトンネルしちゃったトンネルブロックしちゃおうアバター、あ、ショールームのアバターさん、みつも確かに確かに、ほんとみんなもう揃ってるもん、ほら、もうくっついてるよね、ディディウェジ、ん、たまに来るかな、え、私に、握手券ありがとう、一緒に楽しい時間過ごそうね、七並べと対戦しよう、できる、11時も超えちゃったわ、ちょっと深夜テンションって感じなんかね、ちょっとね考えたんよ、あー、常に全力でアイドル、うーん、
え、でもなんか本当に私、なんか私本当に自分で言うのもあれだけど本当リコちょっとできてない？旦那オーディション、あ、旦那オーディションもあったね。でもまださ、ちゃんとさ、新あの、すごい、トロブさんとお付き合いしてるの？全世界のトロブさんのこと好きな人あれじゃない、あの竹にしちゃったじゃないの。気をつけなよ、ゆうゆう気をつけなよイベント期間確かにね、ファミリーの結束力はイベントでちょっと深まった気がする嘘かい、エイプリルフールちゃうよ今日は。もう1ヶ月も1ヶ月と10日も過ぎちゃうけん、もういけんよね。なんか自分で言うのもあれやけどさ、あの、あー、また真ん中もあったね、くどりこ春のパン祭りって感じ。なんか自分なんかね、あのね、本当にね、もう素でしか喋ってないの、素なの、もう全てが、これも素なの、もう本当に友達喋ってるみたいな感覚だから、本当になんか隠せないわけだからね、もうあの感情がぽいぽいしちゃうね。くどりこ春のパン祭り本当に懐かしいイベント。なんで知ってなくてよかった、ある意味本当に、え、してたくない、してたないっけ、それでいい。なんか最近は本当性格悪くいこうかなとか、なんか本当になんか昨日、え、本当にタムと話して、キャラ作るべきなんかなみたいな、もうそこまで、うん、タムとは話してないかも、タムとこの話はしてないわ、結構昔に話したわ、誰と話したか忘れたけど、メンバーと、もう私キャラ作るべきなのかなみたいな、そこまで至ってたけど、全くって感じ、全くって、全くで、クラちゃん待ってたよ、待ってたよね、握手券、そう、8229マナチのおごりねまあたぶんたぶんなんかそのまま、そうなんだよね、な、たぶん、そうね、ほんと、なんなんだろうね。でもたぶんもあのまんまよ、猫けちゃっちゃうよあれはね、7時15分にね、アレクサにだって星集めしといてって感じだったもんね。赤ちゃん、うーん、そのままでいいよね、もうなんかもうそう、キャラ作ろうかなとか思ったの、あと性格悪くいくべきだとか思ったの。でもなんか、イエーイ、ごちそうさまごちそうさま、そう、なんか性格悪くいくべきなんだなみたいな、なんかこの世界って性格ちょっと悪くないと、なんか自分の性格が悪くないみたいな、そんな言い方だけど、なんか自分もちょっと性格悪くなってもいいんじゃないのかなみたいな、ちょっと裏でなんかみたいな、なってもいいのかなって思ったけど、なれないし、なんかなったらちょっとなってみたのよ一瞬、そしたらマジでなんか罪悪感に追われちゃって、なんかちょっと良くないみたいな、めっちゃ楽しい、すごく楽しい、だってもういます、だってもう友達なんだもん、みんな、だって今心のもじゃもじゃ全部いないからこうやって喋れてるもん。なんかそう、なんでみたいな、結構こんなこれマジお前みたいな感じになってもいいかなみたいな思ったけどツンツンされちゃった、そう握手会失敗しとる子おるの、そう、メリハリはねつけると思ういい意味で濃い、ありがとう、そうだからちょっとは皆さんこんにちはみたいな、あ、ありがとうございますってみたいな、結構なんか、あ、嬉しいですみたいな、みたいな、みたいな、ちょっと壁を作る優しいリコイチ、ありがとうそうやって言ってくれるクラハちゃんも優しい、ちょっとなんか名前を呼んでいいのかなとか思っちゃったごめんね、あは、そう、そう、作ってもとね、途中で出ちゃうかなってモンジャラの怪談話も、そう、ボロが出ちゃう出てもう大号泣って感じ。なんかね、なんかみんなと距離が近すぎて本当に友達みたいみたいな話をタムとも知ってしまって、あ、七不思議やね、お尻出した子一等賞なぜみたいな、なぜお尻を出した子は一等賞なのみたいな、ここのコメ欄でオタク同士の会話だからそれをどうにかしてほしい。ああ、どうやってするんかね、私もファンの方同士の話になっちゃう、それってどんな感じ、ちょっと詳しく教えてほしいです、本当に結構私も悩んでて、そう、そう、ブラッコリー、そう、ブラッコリーになろうかなとか思ってる、でもブラッコリーおらんのよ私の心に、なんか、え、よかった、好きだよ、アニメ声活かしてほしい？本当に？じゃあちょっとアニメ声で喋っちゃおうかな。
え、本当に？あは、そんなことない。自然体が一番だね。アニメ声で配信しちゃう？アニメ声、アニメ声でいくか。せよどせ。そんなつもりはない。てこちと話して。それに相乗効果でみんな喋ってるだけよ。じゃあいいんじゃないかな。でも僕もちょっと考えてて、コメント欄でみんなと喋りすぎてるんじゃないのかなとか思っちゃったりもするんだ。ファン同士も話もする。逆にメンバーのみに話してるよ。確かに。でもなんか私ちょっと本当に結構ね、すごくみんなと仲がいいから、しかも今夜だから喋れるっていうのもあるんだけどさ、確かにちょっとね、新規さんにはなんか厳しい配信してるんじゃないのかなって私も思ってたりもする。キャラ作るのものではない。そうだよね。多分今まだもうね、あの素っ裸って感じなんだよね。結構せーほどせー大丈夫。今日が多めか。確かに今日結構なんか喋ってる。確かに取説のほんと何かなって思ったら、ほんとハリーポッターですよぐらいよね。ほんと分からないことも多い、でも楽しい。ほんとありがとう、そうやって言ってくれて嬉しい。 Oh, do you want to be a 声優？ I am interested in 声優。そう、リーコー語。そう、じゃあやっぱり取扱説明書となんかリーコー語録、リコ語録、リコ語輪は作るべきだよね。確かに突っ込んじゃうのよね。そう、七並べの声、私あれ素の声だった、ごめんね。新規でも、あ、え、モチーフさんありがとう、嬉しいよ。素直なせん、あと一番の大事な理由、最近、おさんありがとう。嬉しい。そう、お嬢様ラゾック、そう、キューピーちゃん。影まで可愛い、嬉しい。え、なんか悲しいね。来てくれてありがとう、だっちゃん待ってた。結構なんか最近いないとか思ってたから寂しい。そう、いろいろ距離感を考えてやってる、ありがとう。寂しかった。リーコー語書いといた方がいいと思う。なんか最近ね、なんか悲しい気持ちになってね、なんか。そう、でも元気。 I'm sure you can do it record. え、ほんまにって、ほんとだよ。悲しかった、結構真面目に寂しかった。なんかあやねちゃんも来なくなったなとか思いながら、悲しいなと思いながらって感じ。結構最近は寂しいなって思うことが多い。好きになってよかった、ありがとう。私もみんなのこと結構っていうかもう 100% りこちゃん笑顔にする。もうみんながいてくれるだけで笑顔だから嬉しいよ。ワンテンポ遅れてるの、七並べ。なんでね、初めて入ってきた時にここ楽しいって思います。でもね、本当にね、あのね、こうやって今元気じゃん、多分2週間後ぐらいにまたねみたいになってるの。本当にダメだと思う、私本当にダメだと思うの。何で何でして、結論なら全力で。そうなんだよね。でもなんか私は今のまんまが一番幸せだから、今がいいかなとも思うんだよね。あ、忙しいのか。ありえるだよね、本当にありえるだよね。本当ね、言われたのキリってファンが増えた。そうだよね。なんかよくわかんないけど、私でも私本当にマネージャーさんとも喋って、なんか苦闘はみたいな、マムラマムラみたいな、マネージャーさんともう3時間の話でいっぱい。忙しいのか、マムラマムラにこちファミリーになって配信、嬉しい。カズさん本当に嬉しいよ。そう、出血確認してる。そう、あーで、なんか最近なんか推しから外されたりしたのを結構確認して、あ、つらとか思ったりして。ん、メンタル弱いの、お互いに支え合っていこう。人どっち、わかんない。そう、いろいろ考えてるんだ実は。でも最近はなんかやっぱ教えてもらったの、心のもじゃもじゃはなぜ消えるかみたいな教えてもらったら、あのちょっとはなんか悲しくなる原因から離れるべきだよみたいなアドバイスいただいたから、ちょっとシャットダウンしてみたの。そしたらこうなったの、結構いい感じだから。でも今日もそのシャットダウンをちょっとチラッと覗いてみたら、あ、俺あの推しから外されちゃったかみたいな、マジかとか思いながら、はい、深呼吸深呼吸みたいな。それで結構今元気だから多分大丈夫だと思うね。29日あたり危ないから皆さんよろしく。
みんなちょっとあの先になんか本当になんかそういうね2週間に1回なんか知りかけるじゃないけど闇かけるみたいな闇かけるんだよね本当に知りかけるじゃなく闇かけるんだよね結構ちょっと自分何言ってるか分かんないね喜怒哀楽今ねちょっと楽って感じうんフライングよしよしありがとうもじゃもじゃって感じもじゃもじゃしちゃったね待ってるよ私もステージで会いたいし立ちたい一緒に頑張ろう夢を一緒に追いたいです好きになってくね私も毎日が楽しいそう本当大好きって言ってくれてありがとううんそうベーグルでも今日確かに結構いっぱい食べたっていうかアイス食べれたから結構元気なんだよねごめんちょっと実際作っちゃったわ最初にえって思ったけどじゃあじゃあええ嬉しいスコンブめっちゃ吸ってんじゃんありがとうめっちゃ吸ってんじゃんありがとうそうフライングよしよしありがとうよろしく尻かげるじゃないほんと尻かげるって感じ尻ふきゃんかな涙ちょっとよろしくみんな本当にリトマス紙がね青くなっちゃうそんな意味なくていいのねそうだねでもなんか本当にね波があるの私いつねやむか分かんないからよろしく本当にあもう明日とかになったらまた泣いてるかもしれないえ本当にレファンレター待ってるあそこの引き出しに入るんだよゆうのゆうゆうっていうねあやんちゃん本当にありがとうございます福ちゃんさんバラありがとうございます、うん、なんかみんながすごいと思うんだよねペグラと4つあるあ3つだわあ3つだわ待っていつの間に食べたあと何を目指してるのか確かに話し込めるから私人気ある？今日も12時まで喋りますか？まああの私が飽きたらみたいな波あります？なんかみんなそうな病みやすいっていうかあの確かに病みやすいかもしれないけど最近なんかそうメンタルが弱いんですよまず。メンタルがじゃあオフ会ですねこれはオフ会私結構メンタルが弱くってそれで結構病んじゃうするんですよあの病んだりするんですよねそれで結構なんかあのショールームで大号泣してもうラップ泣きみたいなそういう感じなので本当に5月1日で私から離れた方は結構いると思いますでもなんか思ったけど5月1日で離れた人はこれからいつか離れるから先に離れられたみたいな感じで離れられこれいつかは絶対離れる人だったみたいな5月1日で離れない人はこれからもずっと離れないよみたいな私は自信がなんかあるからいいかなとか読み聞いてよ昨日だったかなヘトヘトになってヘトヘトそう昨日の夜公園で夜あちょっと待ってあ角さんバラありがとうございますそうSTA のメンバー競争そう麺が減らってるいい子語やなでも麺が減らるは結構使ってたりするそう世界にとどまるみんなそうみんなにね相談そうフラーバーがすごいのよ本当に何の話してたんだっけね変わっていくと思うんだよねそうセンターになることは結構そうつるさんありがとうございますでもそしたらなんか今日のサラマンダーさんみたいにサラマンダーさんにギフト投げさせちゃったから本当に申し訳ないって思ってる本当にねなんかごめんなさいって感じになっちゃうけどあ、えいちゃんあ、かわいいありがとうなんか何なの指の怪我はねあ、そう指の怪我はねあのね昨日ねヘトヘトになったの公園でそう5月1日ちょっと動画見た方がいいよゆうゆうにこれなんかそう下手だねそう結果オーライそうだって今だってほらみんないるもんなんだかんだみんないるもんなんだかんだも結構リーコー語じゃないなんだかんだエイちゃんありがとうみたいななんだかんだみんないるもんそう2月もよく泣いてたねもういつも5月1日は何だったかなよく忘れちゃったけど大号泣してたみんなと泣き直りするのポーンみたいな本当にそんな感じだったあそう指はね昨日ね指ねあのねあの公演終わったんよそうみんなと喧嘩したのそして仲直りするのポーンみたいな感じで大号泣しながらラップ泣きしてたでそれでその公演が終わった後にヘトヘトになりながらあねえ聞いてる確かにあの玉ねぎ切ってたのしかもそれはなんか確かあわっ何だったのかなね多分笑ってたねもやもやしてたごめんそうみんなのことは嫌いになっちゃったから謝りたいみたいななんかこれで謝ってなかったらもう二度と仲直りできないからみたいなそれでそう問題なしそう定期的なの本当赤ちゃんだと思う本当になんか本当に赤ちゃんって感じそう1週間往診不通になるかもとかそう
なるかもしれないからみたいな感じ。あれ待って、名前変えた名前変えました。あなたもともとありがとうございます。無視してないよ、ちゃんと読んでるもん。そう、家出するかもみたいな。そう、玉ねぎそう切っちゃったの。切ったらこれ、そう、でもなんかね、この前も確か STU なんかやめるみたいなことを考えてて、絶対にやめないよ、私は絶対にやめない、センターに立つまで絶対にやめないけど、あの実らすまでは絶対にやめないって決めてるから。めっちゃ何欲しいってなん、うん、マシンガントークね、確かに、はーんって言っちゃった。そう、今日多分、今日が多分絶頂期ぐらい、何わかんないけど。さやかてりこち、そうやで、うん、そう23時、そう、そこらへんほっとけなく笑ってる男子、ありがとう。そう、その言葉、そう、私ね、前浜のビンゴの時、前浜のビンゴの時、あれは結構元気だったよそう、でもね、あのつぶあん派、こしあん派って聞いてくださった方おるやん、みやちゃんね、その方もね、あ、ちょっと名前出すのいけなかったね、つぶはん派、こしあん派ってちょっとパスしてくださった方がいて、その人のメール届いたんですよ。その人がなんかリコチが悩んだ時はなんかそうやってパスできるような、あのあれ出しとくからねみたいな、あの話題振るからねみたいな言ってくれたから私もそれで元気になれたから、多分私がちょっとマイナスに進みそうになったら、あ、欲しいけんね、ごめん、うん、それであのみんなにもちょっとパス、あの会話のパスを送ってほしい。ほんと、つぶあん派、こしあん派、あ、天気は何が一番好きとか、すごいなんか中学校1年生の教科書、中学校1年生の英語の教科書に載ってるような質問とかを投げかけてほしい。 Do you like サッカーみたいなそうそう、そんぐらいやってほしい。パスは3回まで、4回までっす、うん、あ、3回までか、そうだね、3回までだ。どこのセンター、本店、いや違う、間違えた、世界ちょっとごめん、ちょっと自分でもちょっと恥だったわ今のは。ちょっと待って、ありがとうございますDo you love a pen? Yes。 あ、立花さん、お久しぶり、来てくれてありがとう。お風呂入る、私もちょっとね、そう世界センターオブザワールド、約束な、ニューヨークで会おうぜ。ニューヨークか世界の中心か分からんけど。 I like サッカー、 I am a pen, you are a pen, amazing Do you have a pen? Yes I have, 間違えた、 Yes I have itYes, I do. ぼ、ぽ、ぽ。Center of the world で行きましょう。Center of the world。さあ、オーストラリアなんかな？日本でいいじゃん。瀬戸内が、違うよ、待って、みんな間違えてるよ。瀬戸内が世界の中心だろ。決まったわ、今。ちょっと待って、カズさんと同じこと考えてた。カズさんやるやん。そう。世界のリコチ、おすすめのダイエット法、あー、なんだろう、ああります、好きな人たちにめちゃめちゃ痩せたねって褒められると、あのきつい筋トレはかどります。はかどる、歯がダメだからポ、あ、そうだったっけ、そう、そっか、グループが世界に出ていくで、リコちゃんメンバーに入ってないと誰が PR できるのか、任せてくれそうだぜ、当たり前だよな、そうだよ乗ってこうぜ、さあ、めて、ほんと、ちょっと、ごめん、ちょっと今来るわねえ、私本当にテンション高いと思う、はあ、はあ、はあ、はい、あ、もので痩せたわ、多分、うん、そう、私太陽だから宇宙の中心じゃん、およ。ちょっと整えよう。
ちょっとないな。本当？嬉しい。さあや。そう、痩せたなって言われると嬉しくなる。本当？シュッとした。うふん。太陽です。あなた、え、何？ちょっと腹立たれたんだけど。お調子者だよ。ありがとう。ソック、酔ってないよ。でも目の前にね、なんちゃら炭酸がおる。キャラ作り、え、本当にね、え、キャラ作るとしたらどんなキャラにしてたんだと思うかな。キャラ作るとしたらゼロセグでしょ。初めてね、悲しくなっちゃうよ。あ、 1.2 アゴ、確かに今日は何アゴ、4、え、 1.4 アゴとか、え、今日はね、え、やるやん、今日 1.2 アゴ。ぶりっ子じゃなくてな、ハマチッコかいね。ハマチッコも好きよ。セクシーキャラになってた。はい。なんかいいこと言われちゃった。CO2 さんはあれじゃん、光合成されるじゃん。やるやん。リコチが太陽ならファミリーはひまわりだからね。太陽が向く方向いつまでも見てるからね、ひまわりは。なんか泣かせる機会を言う。なんか明言されたんだけど、なんか涙出てきちゃいそうなんだけど。あー、おいやー、タララ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 、ありがとうございます。ちょっとなんか明言、何、うん、わかるよ、文面でめっちゃわかってるよ。ケンジンさんじゃん。そう、スポニチ公認のぶりっ子キャラだった。え、嘘、ちょっと待って、なんか曇りの日はちょっと他の方向、うん、え、みんなミツバチとかめっちゃ好きでしょ。みんなミツバチ、みんなさ、私のことじゃない、ミツバチ結構好きでしょ。え、み、逆にみんなミツバチじゃん。待って、なあね、7割の人がさ、ちょっとミツバチなんだけど。待って、みんなミツバチなんだけど。7割の方ミツバチなんだけど。ミツバチなんだけど。うーん、あ、この花好き。うーん、あ、あっちの花が好き。うーん。あー、そっか。あ、蜜集めてくる。やってないよ。嘘。みんなさやかりんのところで育ってもらうんかよ。え、やだよ。蜜蜂、うん、あ、こっちの蜜おいしいな、ずっとおろ、うんうんうん、あ、うん、なに、うん、推しに怒られるか。え、投票するの、なんて投票する。あ、明日いちご飴作るかもしれんじゃけど、大丈夫かな。あは、あは、ちょっとごめん、今ちょっと地震が来ちゃった。あ、ちょっと待って、何でもない、ごめん、今の不謹慎。うんうんうん、ブンブン、はちみつ。うま、え、はちみつって、うまっ。リコちゃんとパセリ、え、本当にいいのんさん、結構デイデイかなとか思っちゃった、ごめんね、ちょっと不謹慎発言しちゃったから、ちょっと静かに。デイデイ投票する、いいよ。はい、ご飯でいきます。あ、コットン。1、あなた、私は、あ、本当、ありがとう。私は単押しです。2、デイデイです。3、黙秘権、黙秘、黙秘、これがいつものあれですから。1、単押しです。2、DD です。3、黙秘、胸に手、うみなみなみな、胸に手を置いてください。何、方向感覚狂わされるの、何、黙秘は無投票、いや、それをあえてね。え、でも私、愛があるなら全然。4位ポリポリ、何それ、美味しいの、ちょっと見えちゃうんだけど。え、でも最近思ったのが、あの DD って本当に DD なんですよ。単押しの方って推しが何人いてても本当に単押しなんですよ。それだけは知ってる、それだけ分かったから、推しは一人じゃない、推しは一人っていうのが単押しでは限らないって。神推し、もう殿堂入りしてるよ。
言う。なんか最近なんか推しが一人っていうのは単推し、推しを一人っていうのが単推しじゃないんだって。今年気づいちゃった。一人ずつ平等に愛が行き渡ってるっていうか、それが単推しっていうのに気がついた。え、ゆうすごいじゃん。え、わ、みーすごいじゃん。え、そう、単推し DD。 そう、私ね、KSDD 好きじゃないよ。そう、KSDD 好きじゃない。 DDDD が嫌いだよね。そう、そう、単推し論がね、やっと分かりました。その場合はもう単押しでお願いします。そう、あ、いきますね。3、2、1。うん、え、待って、え、これは何、やっぱり、え、3割、え、2割、何割、これは何割ですか、これは。あ、何個増えてるよね。え、え、ちょっと待って、え、え、増えて減って増えて、え、やるやん、え、ゆうやるやん、え、え、いいじゃん、え、そりゃ、え、え、なんか8割やったのが7割に減っちゃうやん。え、 DD 大丈夫、みんな、え、ゆう本領発揮できてないけど大丈夫、え、やるやん、え、嬉しい、楽しが増えたのも嬉しいけど、え、DD 本領発揮できてないけど大丈夫。大丈夫言う、確かにもっと増えちゃうよね。え、一回さ、リコチ、リコチ結構、それはやめとこ、まあ、お兄ちゃん、おじいちゃん楽しい、遅う、日曜日曜の夜いいよ。え、ちょっと明日朝配信無理やわ。明日朝配信結構寝てると思うわ。え、いいですか、ちょっと明日なんかちょっと来るかもしれない。2期生でおつけてみたら、あ、私嫌なんよね。あ、なんでもないよ。あのね、私ね、先輩1人とリコチ1人やったらもうめちゃめちゃ OK なんよ。先輩何人かとリコチ1人、そう、上がって寝れないんでしょうね。そうなんよね。そう、A new nickname? うん、なあ、お兄ちゃんって呼んでも、お兄ちゃん、うん、大丈夫、私キャパシティ超えてる。そう、なんか許せるのがあって、先輩何人か2期生の中1人みたいな。いや、配信できないよ。そしたら5時にしてるから私。そう、おりはありがとう。そう、でもなんか単推しの方って本当に、え、そう、たまにね考えたりもするの。なんかノートにも書いてる、単推しの方ってきついでしょ、大丈夫、え、2期生なら単推しって嬉しい。そう、え、なんか、あー、時侍さん、とうとうありがとうございます。なんかと、んだか単推しの方って、私がきつくなったら多分単推しの方、やべえ、お、あの、うちの推しが、うちの推しが病んでるみたいな、やべ、俺も病むみたいにならないですか。やべ、私も病んじゃうみたいにならないですか。大丈夫かなって思って、それがすごく不安です。おでこ、なんかおでこって感じだね。それはあるよね、きっと。2期生2人しか知らない、ありがとう、助けなきゃ。なる、なるよね、推しメンと連動しちゃうよね。卒業発表なんてきついよね。うーん、励ましたい、ありがとう、待ってます。箱推しは、箱推しは単推しやな。でこちしてる、はあ、うーん、ね、配信でもそういう日は本当に大丈夫だよって感じ。うん、推しが、嘘、本当に推し増えちゃってるの。むしろリコチ以外の倒せ、リコチが落としめに、落としめ、リコチ以外の倒しがリコチを落としめに来る。ああ、うん、どうなんかね。でもなんかファン、箱推しは倒しないやないかな。クリクリパーマ、あ、いいかもしれん。でも
結構クリクリって感じ。DD 受け入れられるんだ。そうよね。ルームフェア、ルームフォロー2部屋してないの、めっちゃ言う。すごいや。スキル発表をしなは惜しれなく、いや落ち込む、わかるわかる、本当にそう。お金がもった、うーん、大丈夫、全然大丈夫ですよ。マイキューさん、私も押してるので。ピザ系さん嬉しいです。あ、夜弱いのでね、いってらっしゃい。うん、おやすみ、またね、待ってる。リコチが大好きです、ありがとうございます。今日会いましたよね、あの、私アイス食べてたらあなた横歩いてましたよ。カニ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 って、それだよね、リコチ。これ以上見てたらリコチ推し、本当にアンパンさん。私パンの中やったら何、結構塩バターパンが好きやな。アンパンも好きやな。ちょっと退出しちゃうの、いってらっしゃい。行かないでよ、お前。ゆうに任すよ、ゆうに。え、すごい。リコちゃんどう、すごくない、それ。すごく嬉しい。アンパン。アンパンも好きよ。うん、ごめん、クリームパン先輩も好きかも。クリームパン先輩も好きかも。そう。うん、本様。そう。ねえ、どうする？私に後輩ができたらさ。大丈夫だよ、悲しい顔。大丈夫だよ。お兄ちゃん行くの？指定曲好きだから推し発見できて。ピザケイさんもしかして私のこと好きになっちゃったの？ピザ好き。ピザ結構好き。ピザ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 って感じ。ちょっとよくわかんないかな。クロワッサンおじさん。あー、メロンパン。クロワッサンも好きよ。バタタプ、私も好き。明太フランスも好き。DD なんだけど、私。私 DD なんだけど。今の発言は DD だったわ、結構。結構今のは DD だったわ。あは。あ、コッペパンにバター、あんバターもいいな。DD 体操で持ってかれた。ええやん。傷ついてないの、ゆう傷つかない。りーちゃんマイキュー先輩をしよう。りーちゃんも結構元クロワッサンになる。りこち DD。 ほんと、りこちのマイキュー、うん、それでいいんですよ、それでいいんですよ。後輩どうなるかな、私。あー、でも私後輩他の2期生がいじってきそう。なんでなんで、でも2期生になれるのかな、私たちも。2期研究生じゃなくて2期生になれるのかな。なんかね、私が高校2年生の時に高校1年生の後輩がリコ先輩ってずっと抱きついてきてくれてたの。その子とすっごい仲がいいから、リコ先輩ってずっと抱きついてきてくれるような後輩ちゃんとか、あーしよしよしみたいな感じになれるかな。な、面倒見よさそう。どうなんかね、どうなんやろ。でも結構母性本能豊かって感じなんじゃないかな、わかんないけど。いいパイセン、説明が、あ、ほんと、その頃にダンス上手くなれちゃうかな。私あんこ好き。あ、ちょっと何でもない、後輩のことが。でもどうなんやろうね。そう、私ご飯派よ。そう、公園爪に爪ばなれる。うん、頑張ろう。その子のこと詳しく、その子は合唱部だった。その子はそれかな。かもしれん。2期生、うん、絶対になろうね、昇格しましょう。はるちゃん、はるちゃん、はるちゃんさん、ありがとうございます。すごいいいじゃん、2期生。うん、そう、2期生全員で、そう、たぶんと話してた。そう、先輩になりたいね。年上の後輩って難しくない？どうなんやろ、年上の後輩にはオスみたいな感じに行くかもわかんないけど、リコチに、リコチに憧れて入ってきましたとか、ポーポーポー、いいじゃん。人見知りは結構大丈夫かもしれない。私先輩には人見知りしちゃ
情報が詳しく、どういうこと。そう、え、制服くださいって後輩がショールームに来てた。え、覚えてる、よく覚えてるね。そう、あの子、あの子は今高1だ、私が今高校4年生だからもう縁はないね。ふくちゃんさん、花束ありがとうございます。ごめん、回らない筋で乾杯するの。あ、ごちそうさまです。ナスさん、ごちそうさまです。本当に裏番長、私裏番長かもしれない、分からん分からん、違うと思う。2期生、1期生2期生可愛いよねって言ってるのはすごい。なんだかんだどうなんだろうね、憧れ、憧れられるね、先輩になりたいよね。そう、制服くださいって言われて、その子もなんか私のこと、え、フォロー、アンパンさんありがとうございます。キラン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 ね。でもどうなんだろう、でも結構私もどうなのかな、結構自分で言うのも、あ、自分で言うのもあれすぎるからやめとこ。え、行っちゃうの。あ、おやすみなさい、おくちゃんさん。バナチとナオスさんがおごってくれるって。でもなんだろう、キュルンキュルンやめとこうか。汗汗の実、あ、今パサチリチリの実ぐらいかな。そう、憧れられた。でもね、確かに1期生さんってきっと2期生、2期研究生がね入ってきてみたいな感じになってるんだろうなとは思うんですよ。なのにこんな風になんか、あの、優しくしてくれること、本当ありがたいなと思う。絶対私、みんながリコチハファミリーが3期生のこと好きになったら、ちょっと私本当にちょっと3日間ぐらい病むと思う。3日間ぐらい病む気がする。どうしよう、いや、いい刺激になると思う。なってるでしょうけど、私にもきっとドキドキ、いや、1週間、3週間、1ヶ月ぐらい病んでそう。え、待って、きついんだけど。マジか、はあ、本当に。え、ドラフト4期生きつ、ちょっと待って、本音が出ちゃった、きつ。後輩に取られるなんてきついんだけど。へえ、やみそうやみそう、嘘嘘、今からやむって、嘘、今からやむ準備してんだけど。フライヤー写真ありがとう。今からもうやむ準備してるんだ。確かに今より自信ついてるから大丈夫だよね。そうだね、こうやって引き付けられて、あ、そう考える。私もなんか、私をなんか最近、私お願いみたいな、そうだね、余裕かまして、大人の余裕って感じだよね。早いけどね、考えないことにしよう。そうだね、そうだね、だってみんなそうじゃん。だってみんなそうじゃん。あー、今考えたらみんなそうだった。あ、みんなそうじゃん。ちょっと今から先ないとく、これを奪われないように。だってみんなそうじゃん。みんなそうじゃん。あー、なんか3期生とかドラフト4期生この名前とか考えとこう。はなちゃんとかおりそうじゃない、分からんけど、はなちゃん、かりんちゃんとかおりそうじゃない、佐藤さんとか入ってきそうなんやけど。予定日29日18日、明日、うん。ST 初めて好きになった人、私が STU で初めて好きになった人、いや、そんなの絶対おらんよ、絶対。あ、そんなこと全然できない。なんだ、そう、ちょっと、そうだね、私ファミリー佐藤かりんちゃんとかおりそうじゃない。え、絶対可愛いよね、髪の毛サラサラそう、めっちゃ佐藤かりんちゃんとか来そうじゃない、多分。そうだね、なんかその頃は多分私も大人の余裕出てると思うし、自信も
ついてると思う。カリリンとか、わからんわからん、違うかな。佐藤かりんちゃんいそう。あ、NGT にいるの？あ、酒井さん、酒井さんにもいるんだ。将棋好きそうって渋いな憧れて入ってきたら、ちょっとリコチファミリーに入れようかなって思う。え、なんかいいね。どうしよう、オーディション始まるのは絶対ないよ、絶対ないよ。レッスン、レッスンえ、チカちゃん、え、いいじゃん、それいいじゃんじゃあ、え、いいじゃんチョウカちゃんとか最終的にいるんかな欲しい。憧れの先輩は工藤理子さんですね。うん、オーディションね、まだ早いんじゃないのかなとは思う。あと1年生とか、あと1年2年3年でも先輩が3年間やって私たちだから、私たちは2年ぐらいとかなんじゃないのかな。かな、アイリー、モモカ、アイリーさん、モモカ、どうなんかな。ねえ、姉吉、でもいけるんじゃないとかね。え、確かに私もひなさんの妹、え、どうする、え、私の妹も入ってきたらどうしよう、私の妹も入ってきたらどうしよう、私の妹も入ってきたらどうしよう。え、でも4月1日嘘よ嘘よって初めてちょっと早すぎやって、自分言うの自分で。え、リコチ初めてちゃんとリコチショールーム見たの、楽しすぎる、ありがとうアンパンさん、え、嬉しい、それは。ちょっと妹おったらどうしようとか思いながらえ、どうしよう、いないよリモートあ、おらんけどね、アイドル。あ、そうなの、どうしよう、大子ちゃん、大子ちゃんやったらね、え、愛情ね、それ兄、兄、兄よ、ほんと兄って感じ。どうしよう、え、ミュージカル仲間のりんちゃんめっちゃ歌うまいよ、歌うまいよ、歌うよ。え、お兄ちゃん入ってきたらどうしよう、もうみんなみんな推しメンじゃんきっとだってみんなもう知っ、もうユーガイズノーじゃんユーガイズノーだよ。そう、え、どうしよう、むりこちゃん、そう、歌 うまい、歌いめっちゃ歌うまいんよ、ギターも弾けるんよ、アイデンティティすごいよ本当に。うん、一番意味みんな知ってると思うよって、 You guys know はみんな知ってると思うよだよいやでも全くもって多分この、なんだろう、アイドルは興味ないと思ううん、アイドルになるの、めっちゃ本当に逸材。いや本当に私はリンリン、リンちゃんに出会えてなかったら、あの乗り換えられちゃった、リンちゃんに出会えてなかったら私こんな人間に育ってなかったんじゃないのかなと思うもん。そう、私左から出てくるんか、アイドルあーってぐらい、ママっくりとママ吉ええかもしれん、ママ吉もアイデンティティすごいよね、兄ちゃんね。それちょっと禁句やない、言うそれ禁句やないこう、そう、結構りんちゃんはね、いや、りんちゃんのアバター知ってるしね、りんちゃんのね、ネームも知ってる、たまに来るよりんちゃん。そう、え、なんかね、私とりんちゃんはね、あの本当になんだろうね、1位と2位を争うぐらいのライバルだった。そう、ライバルだった。りんちゃんね、たまに来るよ、うん、たまにコメントしてて、たまに喋ってるそう、そう、他人を喜ばせる才能誰でも持ってる。でもどうなんだろうね。あ、そう、りんちゃん来るよ、さらちゃんのモノマネ、そう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 、妹ね、さらちゃんの妹が絶賛してくれた。そう、
そう、愛しきライバルって感じ、私たちは。結構それで喧嘩に近いこともしたと思うし、したし、だから結構なんかよく言える仲だし、そう、うん、合格してからも最近だと、いつ来たか忘れちゃったけど結構来た、うん、おーみたいな、え、あなただったのねみたいなそう、デリタイソー、あ、ごめん、妹はおらんのよ、でも妹はおらん、あー、ぐんない、あ、でもほんと11時50分や、みんなもう寝にゃいけんね、みんな寝にゃいけんよ、え、話しすぎ、私たちなんか45分で終わるねとか言っときながら、え、今日5時間ぐらい配信してんじゃん、私2時間半と2時間半でみたいな。スマイルさん、ハートありがとうございます。今日もなんか多分これが今絶頂期だから、多分1週間後ぐらい病んでそうじゃない、多分ギリギリだね、深い話だった、本当に深かった。明日ちょっと朝配信はなしでお願いします、うん、朝配信もうすごいみたいな感じだと思うね。ね、いっぱい喋って楽しかったよ、うん、ね、話し込む、確かに、うん、話し込むのがリコチ、そう、楽しかった。コヘヘさん、ハートありがとうございます。うん、みんなもなんか、みんな、いや、本当に朝配信できない、できない、できない、ありがとう、ハートいっぱい、ハートしようです。明日は、うん、ね、そう、仕事前、え、癒しだったの、ありがとう。あ、ミヤティさんもハートありがとう。うん、SU のグッズポチるの大丈夫か、そう、影なのよ。出会えてよかったよ。でも私もね、私もさ、メールをなんか、いや、マジで夜更かししちゃいけんよ、ゆう、だって次の朝配信また遅刻だよ、本当に、寝坊すけ。そう、え、深い話だったの、今来たばかりね、私も楽しい、腹を割って話すの、マジ4時15分に、4時15分に捨て星すんの、結構ね、ごめんね、本当に私が病むと結構地獄だと思う。ティラさん、おっぱありがとう。マグカップって何の話？そう、あ、あれか、グッズか。いや、本当にね、パタ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 。で、そっか、マグカップね、あれ、あの、何？壁の絵？なに、あれ、あれ、too expensive じゃない？私もすごいびっくりしちゃった。そう、夜配信にします。え、5時5時、無理無理、もうアレクサにお願いって感じ。わびたこはやめよ。わびたこね、お風呂入って温まる、ありがとう。え、嘘え、ありがとうございます。そう、影アーシャ、そう、え、もうあとじゃん、あともうちょっとでポチじゃん、ポチが終わりますね。皆さんも、もしよろしければお願いします。そうね、影だけ動いてたら怖いよね。いや、朝は5時できないよ。そう、あ、2時間21分もすごいな、ゆ、私、そう、膝見る、見て、痛い、痛いんだ。自転車でも、あ、自転車の傷治りました、かさぶたって、かさぶたって感じ。そうよね、壊れた、割れたら痛いね。な、やめてよ、あ、ま、やばい、間違えた、本当にね、私ショールームでは絶対にね、ちょっとよろしくないね。そう、え、あれ、青字って呼ぶんやけど、青たんなん、みんな夜配信どうやろう、もし料理作るよってなったら、でも多分明日ね、結構なんか人間じゃない生活をする、ちょっとなんかいっぱい食べちゃおうかなとか思ってるの、人間じゃない生活をするつもりから、どうしよう、人間じゃない生活、青タンっていう、ハンバーグって呼ぶの、言う、本当に、で、爽やかなハンバーグ食べたい、私、あ、青字、あ、どちらもか、青字なんよね。そう、栄養は取ります。おっとおっと、ノンヒューマン、イエス、人間じゃね、よくないよ、そしたらまた やらかすのよ。さあ、え、本当？かわいい？嬉しい。
やでもちゃんと美味しいもの食べます。うん、公開配信しないよ大丈夫よ、多分明日も、明日も元気、結構結構多分元気。うん、あのピンポンで起こされん限り。なんか読んでないコメント見つけたけど大丈夫かな。あ、本当だ、まつげの影映ってる。すごい。おやすみなさい。そう、痛いのけど本末転倒虫だった。うん、転倒虫マジ転倒虫で、転倒はね、あれも大爆笑した。そう、かさぶたの、やばいね、もう55分だ。あー、時侍さんお疲れ、ありがとうございます。ほんと侍が読めんくなるのよくない？ピンポン来ても本当にやばいよね。ん、横川美人嬉しいです。そうだね、男女読まなきゃね。爽やかハンバーグみんなで食べ行こうよ。そう、本末転倒虫しいなよ。ほんと嬉しい、ありがとうみんな。ね、今日寝れるか分からんけ、リコチメールで、なんかあんね、ね、ほんとなんでもないよ、リコチメール。なんかね昨日の夜聞いて、山地麺が減らっちゃったんやけど、さっきのマジ眠れんみたいな感じで麺が減らったんよね。でけ、なんか僕の太陽の歌詞をもう一回読んで泣きよった。眠れん、うん、チロチロチロみたいな本当に溜めてるのか言う言う溜めてるのか。でもなんか返信したいのだけで全然大丈夫だよって感じ。うん、仕事寝不足ね。夜まで見てくれてありがとう。そしたら、そう、人差し指空に向けて巻きつ、今日にお疲れ、ありがとうね。最後まで読んでくれてありがとうね。本末転倒ムーシーよ、ショールームね。結構なんかこれで結構みんなとなんか、あーみたいな感じに元気ってなって、今めっちゃ元気なのに話終わってみたいな感じになんかなるのが悲しくなっちゃうんだよね。キョムキョムプリンになっちゃう。ということで、にゃということで、ランキングを読んでいきと思います。メールの返信はね、1週間2週間ぐらいでまとめ届くかな。結構メールの返信読んでるとね、本当になんか嬉しくなっちゃう。と、あ、そっか、動画プレゼントの、いや、そんなにはならんけど、え、結構寂しくない？お休みメール送るのも結構寂しい。だから深夜にショールームしたくなっちゃうもん。おーい、誰今ミヤティさん、サコン、リュウさん、ケンメイさん、エンちゃん、マサノレさん、渡辺さん、カズさん、野口さん、伊藤博さん、チューチューさん、マッキーさん、モビさん、ツノキジさん、ムッさん、テラさん、ナナリンさん、タコミンさん、ブロンコさん、サルニンさん、CO2 さん、ルーさん、今日からリコチ推し、本当にありがとういっちゃん、ノリミオさん、キョンさん、ツノさん、コウヘイヘイさん、ありがとうございます。パインさん、ありがとうございます。ボンさん、リコチのこと好きだから、ありがとうございます。ティユさん、僕らは、用意、周到、あ、やばい、意味わからんわ、ありがとうマシュさん、リコチちゃん、ありがとうございます。マージョリン、ありがとう。ジュノラゴさん、ありがとうございます。ブンちゃん、ありがとうございます。トリーダーさん、初めて、壇上、ありがとうございます。ぼやきーさん、ありがとうございます。時間大丈夫ね。ありがとうございます。さとちゃんさん、ありがとうございます。そして本日のメルヘンチェンジ。チャロさん、待って。ちょっとメルヘンに聞こう。チャロさん、配信、壇上、最後まで見てくださって本当にありがとう。チュキ。そして2位は、おへそさんです。おへそさん、いつもおへそが出てるよ。大丈夫？ありがとう。そして1位は、はるるんさんです。はるるんさん、いつもそのお尻ハマってるけど大丈夫？血とか止まってるんじゃないの？大丈夫？いつもありがとう。はい変なのね。私も楽しかった、みんなと喋るの楽しいね。やっぱね、上がれんかった、もうありがとうね。ね、七並べ大さん、ほんとありがとうございましたね。今日ウインクしてるわお疲れ様です、本当にお疲れ様。皆さんね、みんなと喋るの楽しいからさ、こうやって夜更かしも、そう、アバター消えていくのってめっちゃ寂しいよね。やばいね、 It's time だわ、本当に It's already time って感じ。いや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 、そうだね、ね、よく寝ましょう皆さんね。おやすみ、じゃあリコチメール待ってますおやすみなさい、じゃあのー、じゃあのー、おやすみ。
やすみなさい。私も癒されました。みんなバイバイ。今日もよく頑張りました。ありがとうね。 Good night. Good night. Have a smart night. バイバイ。おやすみ。消えてる。自分で